いただいてるんですけども、うだうだと閉店後に来るんですよ僕大体ね11時半オーダーストップ、11時半になったら行くかなって言うっていうね感じで、もう小1年通わせていただいておりますけど、僕3軒先ぐらいに住んでるここの住民なんですけども、今回はもう本当にこの店の手作りでね、音も全て照明も、お酒も食事も全部手作りで皆さんに10周年の感謝の思いを伝えようということで、夜な夜な2人でですね、この機材を買ったぞと、このマイク買ったよっつってその度にですね、夜中の12時から夜中3時ぐらいまでかな、ここでマスターと2人で夜な夜な長渕剛を歌うという、その長渕ナイトを経てですね、今日迎えたわけでございます、なので、その、ね、音なんかそんな音とかいろんな、ね、ことも含めて、皆さんの、ね、こう思い出も含めて、聞いていただければと思います。まあ、急に、ね、バンドの後でアコギ一本なので、ご歓談もしやすいかと思いますので適当に話しながら聞いていただければと思います。テキサスの、ブルースの守りの歌もあります。Just stay close, one more pillow to you.
I wake up this morning with one voice. Where am I going? I don't let you go, my boy. I think you like my face. But don't you let you go, my boy. I think you like my face. She makes me fool of all can be. Was she glad I was a man? Now come to the woman, that's why was she glad I was a man? You know, someone looks too fabulous, how crazy he said. でもメジャーな曲なんですが、なかなかこう、ね、日本ではこう気を使いながら僕はいつも弾いております、この曲で大丈夫かって、ね、思いながら、まあでもそんな中で、去年10月ですが、本場のアメリカの、ね、名門のハウス・オブ・ブルースという、ラブハウスがあるんですが、ブルース・ブラザーというの、ね、あの人が経営してるんですけども、YouTube を見ましてですね、僕の YouTube のライブを見ましてですね、お前アメリカに来いと、うちの店でやれと、いうことで招待されまして、アナハイムで、3時間よ、1人で3時間のステージをやらされてまいりました。こう見えてもですね、今日はなんか PA さんのように扱われてですね、そこのリバーバーちょっとなんて言われながらこう、あ、はいなんつってやってるんですけど、一応僕はあの世界的なブルースマンではあるんですよ自分で言うなって話なんですけども、一応ね、まあ、本当にあの冗談抜きでとりあえずあのあっちでもやれるというか、まあ、あの今後レギュラーということで、次はあのお前がやりたきゃ1週間でもやっとけみたいなことを言っていただき、また行ってこようかなと思ってるんですけども、まあ、そんな中アメリカ人というのはですね、こういう風にね、みんなみたいにこう行儀よく聞いてくれないんです。だからご歓談してて大丈夫ですよ、はい、だけどあの人たちエネルギー感じてるんですよ。だからあの音楽の細かいことは何も聞いてないのに、こっちが会心の演奏すればそんだけの拍手が返ってくるんです。いくらみんなが知ってる曲をやったって、俺のソウルがいまいちだったら全く拍手が来ないんです。 MC なんかほとんど聞いてませんけども、そんなねアメリカ本場ならではのこの聴き方、生演奏に慣れてる、ね、人たちの聴き方っていうのも、肌で感じてきましたが、そんな中で向こうのねライブの中で一番拍手が大きかった曲を、次はやらせていただこうと思います。まあ優しい女には裏があるという、歌でございます。This wall for me. I'm gonna die out of the blue. Do it and see this wall for me. There that hurt you,
the world, oh, let me be.僕らが好きだったアーティストどんどんなくなってしまってね、そんな中で昔ボーディドリーという、ね、人が好きだったんですけども、そんなボーディドリーのビートでね一曲やってみたいと思うんですが、ノリノリすぎてチューナーが壊れましたね。すっ飛んじゃうんですね、なんであなたはそんなに動いて弾くんですかって日本ではよく言われます。アメリカでは当たり前です。なんでじっとして弾いてんだって俺は言いたい。言いたい。なぜかといえば、こことここで音が変わるんですよ。ね。音回ったでしょ。ね。弾いた後だって演奏してんですよ。それをね、今日はノリノリですねなんて言うんですよ。偉そうなディレクターが、あのレコーディングの現場とかにね、今日ノリノリですね。もうちょっとマイクに近づいて弾いてもらえませんか。許せんだと。よく見ればここは動いてないんだよっていうね、武道と一緒ですから僕らも体感で弾いております、そんなところも踏まえまして、ボーディドリーのジャングルビート。
僕今日みんなバンドなんですよ。なんで誰か言ってくれないとなっつって自分で言うってねことでございます。僕の上手かったら大丈夫、はい、お上手かも。そうですね、日本一なんですよ。謙遜してます。またね、これもね、アメリカに行く前、ここのまた閉店後にね、来まして、うだ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 しながら、やっぱりマスターが横れちゃって、またね、領事が、サムライの歌を歌ってきてくださいよ、つって。サムライの歌って言っても、長渕は歌えないよね、って言って、どうしようっつって。でもやっぱ俺も、どうせやるなら日本語で一発かわしてこねえと、いけねえだろうっていうことで、一応この曲をやりました。なので聴いてみてください。最初はちゃんとブルースで始まりますよ。これは吉田拓郎さんが新幹線は速いなってカバーしてました。この原曲でございます。
い出す夏の日ってところで僕はねどうしてもなぜかエミちゃんが浮かぶんですよね。夏の日、あの人冬でも半袖でしたけど、くさっちゅうのに缶コーヒーガンガン飲んでるんですよ。でエミちゃんにしか懐かない猫がそこにいて、いつも二人でいるんですよ。で亡くなった後も僕そこでなんかいるの見ちゃったんですよね。見る人じゃないんですけど見ちゃった。今日もねきっといると思います。でそういう曲を歌うのかなと思いきや全然違うの歌います。これ以上いくとね泣けてきちゃうからね。なんでこの街はほらアメリカの街、この間小さな、ま、旅とかいう NHK の番組でね私も大工として出演させていただきましたけども、そこら中にルート66って書いてあるんだってね、なんだそれと、ルート66というね昔あのアメリカをこうね横断する、ま、道があったんです。それはみんなの憧れだった、憧れのカリフォルニアへの道だったんですよ。高速ができて廃れたっていうところがあの映画カーズっていうのがね生まれたわけですよ。なんでアメリカのね僕アナハイムっていうそのライブ街のライブハウスでやったんですけども、店長がお前これディズニーランド行ってこいって言われまして、せっかく隣だから行ってこいみたいな感じになりまして、あのなんか知らなきゃライブの前の日にディズニーランド行かなきゃいけないっていうね、ことになったんですけども、そこのやっぱカーズランドがまた素晴らしくてですね、でぜひ歌いたいななんつってそのルート66を称えた歌があるんです。皆さんご存知ですか？まあ日本だとあんまり知らないやつと思うんですが、ジャズの人も歌ってるしロックの人も歌ってるし、やっぱりアメリカ人にとってルート66っていうのはねあのとっても神聖なものですのでね、せっかくジョンソン・ターナーでこのカーズからルート66。One the love and the
head's mine and mine. I'll have to behave. You just remember what I say. You got the friend in me. You got a friend in me. You got your friend in me. You got your friend in me. And you love the looks that love in my head. That easy guessing that looking for you was get together again and say yeah, trust cause you got your friend in me. Maybe, but on them, hey, I love you the way I do. And me and you, boy, all the years go by. I'm a friendship will never die. You got to say age, just your name. You got your friend in me. You got your friend in me. You got your friend in me. ずっと友達でいようぜということで、そうだよね、俺がいないと何にもできないすいませんでございます。まあこうやってみんなの愛が成長していくグローリーオブライっていう歌があるんですけども、それを続けてからしていただきます。はい、僕の曲はですね、五感だ
談してても終わりが分かりやすい、ね、ここで拍手だよって必ず合図を出しますので、よろしくお願いします。今の曲なんか高校生の時大好きでね、一生懸命音を拾ってコピーしたもんですが、次はね、ザ・ブルースをやります。俺らはね、絶倫なんだよっていう、歌います。俺は絶倫男を絶叫するというね、ブルースならではのアホな歌でございますが、バンド誰かやってくれよ。でも俺昔全員クビにしたことがあるんだぜ。やっぱ人間的にどっか欠けてんじゃねえのか。なんて思いながら頑張っております。あの住所持てるままじゃ Before I was born You got a boy just comingIt's gonna shine your skin It's gonna make you red glow Jump on a shallow Send a walk on the nose What it's all about But try to hear Everybody knows the key And the fruit got you made気取ってるけど俺たちイルマだなってそこやっぱりそこダメだよと、カッコつけちゃダメでしょっていう、ね、あ銀杯ちょっとあの銀杯はやんないけど、一応やっぱここらで日本語ね曲でもやんないといけないんじゃないかということで、あの今日の、ためにねちょっと用意させていただきました。でこの曲はあの
BS 日テレかな、 BS 日テレのちょっと渡辺正行リーダーと山田邦子さんがお遍路を回るという番組があるんですけども、その番組のテーマソングとして、私が作りまして、2人が歌ってるやつをですね、俺がセルフカバー、かっこいいね、ジャスラックに申請しないといけないね、セルフカバーしちゃうっていうね、形でいこうと思います。なんで僕は邦子さん役になったりとか、いろいろしなきゃいけないんですけども、その番組2時間の旅番組で、まあ、連続ものなんですけども、途中に出てくる音全部私が弾いております、なぜか四国お遍路をブルースで回るというね、あのディレクターの完全な趣味でですね、その趣味に付き合ったという形なんですけども、まあそこに出てくる、テーマソング、忘れちゃうかもしれない、ああ出たの、スケラエンジョンナイト、タイトルは四捨五入のブルースです。バスで帰りビール、お前の寝顔をつまみに、今日も幸せな一日を過ごせたのかい、ああ何か話すことはかない、何か俺の文句はあるかい、自分の優しさで自分を傷つけてしまってはいないかい、それを私も吹ければあんたに出会った頃に比べて、いつもとびきり優しくしてもらってんだけどさ、ああ大好きって言ってよ、誰も見てないとこでいい、綺麗だって言ってるよ、あたしあんたといるのが楽しいの、人生は一度きり、死のぼう
やる気出そう。人生が終わる時死者ごめんね、直してるんじゃない、死者ごめんね、直してるんじゃない。スライカなのかっていうね、なかなかな革命だなとちょっと思ってるんですけどもね。まあたまにはね、皆さんも普段ブルースなんて聞かないでしょうけど、たまにはいいでしょう、ね。ブルースって言ってもですね、古い時代のものを僕は中心に、あのほとんど戦前のブルースね、やってたもん、あのばっかり研究してるもんですから、まだ交通網が発達してないからめちゃめちゃいろんなスタイルがあるんですね。そんな中でちょっとこのね、またこんなブルースもあるよっていうメロディーを、実はこのイーストコンテンツでね、結婚式を挙げたお二人がいらっしゃるんです。今日も来ていらっしゃいます。その時にですね、お二人のためにちょっと作らせてもらった、曲があるんです。道のブルースという、大人のね、いろんな意味での恋を歌わせていただきました。終わりなき旅、もちもち心はいつも恋も弱る、疲れて見上げ
一番輝いてた50年代の、ね、歌を一曲歌って終わりにしたいと思います。Get over.
ましょう。みんなもよろしくね。水曜日に来たらいいよ。また会いましょう。ありがとうございました。